じゃあ、ほなちゃんです。はい、今回も、半田ささちゃんに来てもらいました。はい。はい、よろしくお願いします。お願いします。いや、っていうかね、別によろしくとかそんななんか硬い感じじゃなくて。今日ね、うちらさ、メンスに行く、出てるじゃん。出てます。メンスラボっていう、メンズエステ専門の、まあ、広告代理店さんがあって、そこの動画に、我々メンズエステを受けに行くっていう側で、出演してるんですよ。なので、その、うちらされる側じゃん。いつも、される側なのよ。とにかくされる側なの。まあ、すげえ気持ちよくて、ただただ気持ちよくて最高の仕事なんだけど、今回は本当に疲れることしてもらおうと思って。しっかり疲れる側もになってもらおうと思って。はい、いつもされる側なので、施術するセラピストさん側の気持ちになるっていうか、まあ、側に、マッサージをする側に、お互い順番こで、まあ、わかる限りっていうか、自分が。癒し合うってこと？癒し合うってこと。まあ、癒し合えればいいんだけど、なんか、一応さ、やってもらってる順序とかもあるじゃん。その、ね、メンズエステ風な、なんかその、覚えてる。されてるから、なんとなくさ、わかるでしょ。わかる？そうね。ちょっと待って待って。メンエスに関しては、まだ素人。ベテランだからね。あ、まあまあいいよいいよ。そうね。今今今。でも、されてるんですよ。されてる。でもされてるんですよ。覚えたよ。でしょ？素形部。アイドルそれ。でしょ？とか、なんかそういう施術系の、のね、メンエスならではの施術系のことを、これも全部いいんですよ。うちら、所詮思い出しながらしかできないから。はい。をやってみたいなと思うので、はい、ちょっと、花笹ちゃんと、しっかりお着替えをして、よっしゃ行こう。今日はしたいと思いまーす。ので、ついてきてください。はい、お願いします。一回着替えます。はい。はい、着替えましょう。はい、準備できました。どう？じゃあ、ワイシャツを？はい、これはちょっと私の指定させてもらいました。うん、水着ね、前に言ったじゃない。水着と、白シャツ持ってきてくださいっていう。いや、ぶっちゃけメンズエステ、衣装めちゃめちゃあるんですよ。なんか行けば行っただけね。いろんな衣装に出会ってきたんですけど、私は、単純に、施術する側になるなら、私は半田さんのムチムチに出会いたい。ちょっとムチムチに出会いたいなと思って。そうなってくると、布が多すぎると困るなと思ったんですよ。単純に。やる側としてはね。そうね、セラピスト側としてはね。そうそうそう。で、あと、単純に洗濯がしやすい。確かに。下水着なんですけど、はい、水着だったら洗濯もしやすいし、ちょっと可愛いでしょ。この人は水着なんですか？そうなんですよ。なんかあれ、ちょっと半分見えてますよ。じゃあなんか、ワイシャツ持ってきてって言われて、なんか俺しかなかったみたい。ワイシャツを持ってきてって言うと、透けてるやつを持ってくる事務所が、優秀ですね。優秀だよ。まあ今日はね、これで、だからとりあえず途中まで、まあ分からないことだらけなんで、まあぶっちゃけどういう順序で面接ごっこしようかなみたいなのも、ぶっちゃけ頭の中に何もないのじゃん。そうね、まず寝てください。そうそうそう、なんかこうね、仰向けにとか、なんかそのレベルじゃん。うん、そっからみたいな。だからそれも、いいです。わちゃわちゃ。ちょっと、わちゃわちゃムチムチしてもらったらいいです。はい、半田さんにはもう完全に、はい、エロエロムチムチしてもらえればそれで満足なんで。ちょっと思い出すかもわからんね。ぬるぬるするからね。こういうやつでしょ？こういうやつでしょ？そう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 。足が絡んだりとか、あれや、これやとかあるから。そうだね。ちょっとやってみましょう。やってみましょう。上手にできなくていいんで。編集さんが頑張ってくれる。あんまいことやってくれる。もう全部うまいことやってくれる。もうなので、はい、今日はこれから、さっちゃんと、メンズごっこしたいと思います。はい。じゃあねー。なんかこうメンズエステのこう醍醐味なんですよ。こういうちょっとちょっとこれはまずいよ。違う、それ全然違うやつじゃん。えその体勢何、これ何、これ足です、ね、これ夢のようなメンズエステでしょこれ。